非認知能力って知っていますか？知らないあんまりよくわかんない。非認知能力とは向上心、自制心、コミュニケーション能力など数値で表すことができない能力。この非認知能力が今、子育てはもちろん大人にも、ひいては人間にとって重要だと言われています。 AI が非常にこう存在感を表してきて、もう今までのようにいい高校行っていい大学行ったらいいところに就職できるよとか、そういうことがもうありえない。そうなると非認知能力がやはり重要になってくる。非常に重要になってくる。人間力とも言われる非認知能力、どうやって育む？犬山さんと考えます。二児の父、私吉弘がリポーターを務めます犬山神子さんと考える子育て、神子と学ぶです。今回のテーマはどう育む非認知能力です。今回も画面右上に出ている二次元コードから皆さんのご意見をお送りください。テーマは学力以外で大切にしていることです。まずはですね、認知能力と非認知能力について見ていきましょう。認知能力は読み書き計算などの学力、 IQ などテストなどで数値化できるもの。一方の非認知能力と言われるものは向上心、自制心、回復力、コミュニケーション力、共感性、協調性などテストで数値化できないものなんですね。つまりこの非認知能力と言われるものは生きる力、または人間力とも言えるものなんです。犬山さんはこの非認知能力はどう考えてますか？あのこれはよく聞くんですよ、子育てしてて、はい、でもどうやってこれを伸ばしていいかわからないというか、うん、この何ですか、ここに書いてある向上心、自制心、回復力とかね、ええ、これ大人でもできてない、はい、できてない、はい、ほらみな見てる皆さん、上司の顔浮かびませんか？あの人こそ非認知能力をこう鍛えてくれたらみたいな嬉しいなってことは、はい、やっぱり大事なんですよ ね。これが、はい、この非認知能力と言われるものが生きていく上でも大事な力になってくるというものなんですが、うん、今年からですね、5歳児を対象に政府は幼児教育の追跡調査を開始します。学力や大人になってからの稼ぐ力、非認知能力への影響などを長期的に調べていくということで、まあ、長い目でどうなっているか見ていこうよというところなんですよね。で、町の方々にもですね、この非認知能力について聞いてみました。非認知能力、社会で生きていく上には必要だと感じますか？まあ、必要じゃないんですかね。挫折とか辛いこととか経験した時にそれがバネになって突破できるとかいろいろあるんじゃないですかね。何かされてました？そういう非認知能力を高めるようなこと。褒めまくってました。とにかく褒める。クラブチームで陸上。実際に今に生きていると感じますか？思いますね。いろんな環境に揉まれているから対応力とかもできてるかなって。乳幼児を育てる母親たちは非認知能力についてどう考えているのでしょうか？非認知能力はやっぱり生きていく上では必要かなと感じてますか？多分そうかなとは。できるだけ人と触れ合わせたりとか、まあ、社交性ができるようにとか、自分のことは自分で決めていけるような子にはなってほしいかなとは思います。そして数値化できないからこそ不安も。どうつながっていくのかというか、社会に出てからどういう力となってなるのか、生かされ方というか、はい、数値化されないからこそよりこう結びつくものを知りたいですよね、はい、ということで社会人に非認知能力の必要性を聞いてみると、空気を読むとかもそうなんですか？でもそういうことになりますね。コミュニケーションを取るときとかに大事だと思います。すごいなって言われているような、そういう先輩って非認知能力って高いですか？高いと思いますね。気遣いであったり、そこ気づくんだってところもありますし、視野が広いし、うん、適応能力というか大事ですね。非認知能力、はい、大事だと思います。先ほど犬山さん言われましたが、はい、できる上司はやはり非認知能力が高いんだなっていうね、うん、ことが街でも聞いていて分かりました、はい、
で、まあ、社会に出てもやはりこの非認知能力というのは重要なんですが、3つのグループに分けられるんだそうです。自分と向き合う力、自分を高める力、他者とつながる力ということで、まあ、それぞれ自制心とか意欲向上心とか、まあ、コミュニケーション力なんていうことが挙げられているわけなんですけれども、やはり我々大人にも必要な能力ばかりだなと思うんですけども、じゃあこの非認知能力っていうのは犬山さん、はい、どうやって育んでいけばいいのかっていうところがやっぱり気になりますよね。はい、気になります、うん、どういうふうにやっていくか、何かやっていることっていうのはあります？でもうちも褒めるっていうのと、あと子供がイライラしちゃったり、うん、ってなった時はその気持ちを落ち着けることをこう応援する感じで接する。ああ、今頑張ってるんだよねって、じゃあちょっと一緒に応援してるからって言って、で自分で気持ちをつけられたらすごいねっていう感じでやるみたいなことをやってるんですけど、他はわからない。わからないですよね、はい、こう寄り添ってあげたいけど、あ、こっちもちょっと時間に追われててって言って、なかなかうまくできないというような、ね、ところもあるかもしれませんけれども、岡山大学のですね、中山義和准教授に話を聞いてみました。日頃から教育現場に赴いて、幼児から高校生まで子どもの非認知能力の向上に尽力をされている方なんです。非認知能力はどう育めばいいのでしょうか。どういうことをすることが非認知能力を高めるためにはプラスになるのか、うんうん、僕はよく9歳10歳っていうところをちょっと一つの節目にしてまして、前頭葉前頭前野って言われるところが思考したりとか、あと感情コントロールしたりするところで、ここって非認知能力を非常にこう司っているところっていうふうに言われてるんですよ。五感の脳は3歳までに大人と同じくらいまで発達するのに対し、思考の脳は3歳までと9歳から10歳以降に大きく発達します。この9歳10歳を境に非認知能力を育むための子どもとの関わり方が変わってくるといいます。小学校 1,2 年生ぐらいまで、はい、8歳ぐらいまで、この時期は気質がかなり出まくっちゃうんですよ。多動性が、まあ、一つの気質になってたりとか、はい、細かいことを気になっちゃう、いわゆる神経質性、衝動性、あとすごい真面目な子っているじゃないですか、はいはい、誠実性っていう気質が強かったりとか。子供ごとに異なる気質を把握し理解することが非認知能力を育む第一歩。しかし多くの人がやってはいけない対応をしがちだというのです。怖い怖い怖い、やめてやめて、怖い怖い怖い、やってはいけない。落ち着きがないという気質は、落ち着きがないんで、気質なんで、はい、落ち着きなさいって言われても落ち着けない、落ち着けないんです。はー、はい、無理にそこを変えようとすることは必要ないんです、うん、それが周りの迷惑になってるとか、誰かを傷つけてしまってるとか、っていう時にはもうすぐその場でそれはダメよと、具体的にそれって言ってあげたら子供にとっても分かりやすいじゃないですか、はい、それはその行動はちょっとみんなの迷惑になるよは、これはいいんですけど、はい、気質そのものを変えようとしてはダメなんです。なるほど、はい、そうです。これ結構ね、はい、やっちゃうんですよ。そうですよね、やっちゃうんです。そうだから、ご飯食べる気質は変えることができない、だからこそ気質を肯定してあげることが重要です。落ち着きがない、どう尊重、つまり肯定されますか。いろんなものに興味を持てるみたいな、素晴らしいですね。それこそ行動力あるよねとか、はい、元気だよねとかいうふうにひっくり返してあげてます。気持ちいいな。非認知能力のベースにそれがなりますし、そしたら自分の強みが分かりますよね。はい、ということで、はい、8歳までは気質を肯定するということで、やっぱりこうね、落ち着きがなければ行動力があるよねとか、引っ込み思案だったら、まあ、先を見越して考える、例えば危ないからやめておこうとか、あ、今話したら迷惑かなとか考えられるようになっていくということなんですけど、小島さん、この8歳までは気質を肯定、どう感じますか。いや、プラス思考で考えてあげるっていうのがすごくいいことなんですね、うん、親はついついできないこととか、うん、ダメなところに目がいってしまって、はい、ね、それはとかこうしてほしいっていう欲も出るんですよ、うん、はい、そうじゃなく受け入れてプラスにすべて考えてあげるっていうのが、うん、大切だっていうことを今学びました、はい、そして、落ち着きがないじゃなくて、はい、いろんなものに行動力がある、ま、もうね、大人なんですけど私も子供の頃やっぱ多動性が結構あって、うん、はい、ご飯家で食べるとき本当うろついてたんですよ。で、やっぱり座って食べなさいって言われるんですね、はい、ただやっぱ8歳ぐらいまでは確かに
できないんだよって思ってたんですよ。それが自分自身動きたいんだっていうのがあったんですよ。だから今吉弘さんが行動力がある、元気があるって言い換えてくれた時、はい、なんか子どもの頃の私がなんかはーって喜んでましたよ。肯定されましたね、はい、言うなれば食べながらでも周りを見る視野の広さがあったというね、犬山さんになるかもしれません。でもまあ8歳までですね。そうなんです、はい、ということで気になる思考の脳が発達をする9歳以降なんですけれども、ここですね、非認知能力を育む子どもとの関わり方は一体どうしていけばいいんでしょうか。ここです。ここからは非認知能力を育む9歳以降の関わり方を教えてもらいます。9歳10歳からぐん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 ここが、はいはい、育ち始めます、うん、ですると抽象的な言葉をすごく理解できるようになるんです。優しくあろうね、思いやりの心を持とうねって言われた時に、その優しさとか思いやりの心っていう抽象的なものがだんだん理解できて、抽象から具体へとつないでいくことができます。そこから具体的な行動にできるようになるとか、科学的な思考とか論理的な思考っていうのができるようになったりとか、はい、これが現実、これはファンタジー、これ科学的思考ですね。区別ができるんです。論理的思考は矛盾してる矛盾してない、お父さんの言ってることをちょっとこの間と違うとか、子供騙しと言われるのが通用しなくなってくる。そう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 、はい、2年で思考の脳が発達する9歳10歳以降、矛盾のない対応が大切です。そしてこの時期から子供にとって重要なのが自己客観視、うん、かっこよく言うとセルフモニタリングなんて言うんですけど、自分のことをちゃんとモニタリングできるんですよ。で今度何がいいかっていうと、自分のことをコントロールできるようになるんです。はー、だから例えば落ち着きがない、確かに、うん、だけどここは落ち着いた方がいいな、自分と周囲の状況とかをこう見ながら、今自分はこうだからもうちょっとこうした方がいいってコントロールができるようになってくる。気質的に落ち着きがなかったけど落ち着きを持たせることができる。落ち着いてくるっていうのは、これは例えば自制心であったりとか忍耐力になりますよね。だから言い換えると自制心ついてきたよなっていうふうに周りから評価されるようになりますよね。非認知能力を育む自己客観視、これを鍛えるために有効なのが、これもね、あんま大したことないんです。大したことない。日記、日記、はい、書くことで自分自身を認識できる。そうです、おっしゃる通りです。別に書かなくても、喋ってるだけでも、今日こんなんやったあんなんやったとか、あれも振り返りなんですよ。例えば食事をとってる時とか、はい、ちょっと寝る前とかに、話してくれなくなる年齢、逆にそうですよね。過去の自分を振り返ることで、その時に必要だった非認知能力を意識し行動できるようになる。これを繰り返すことで自分に必要な非認知能力を育むことができるといいます。そして中学生高校生となると、それを言語化するとより効果的。言葉にすると自覚できるし、はい、で意識もできるし、うん、でそれをその言葉にしたものをこう実際に現実のものにしていこうしていこうってしてくれるので、はい、中学生とか高校生ぐらいになると、もう大人なおのことですけど、はい、やっぱ言語化をするっていうことを大切にしていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで非認知能力を育むためには、8歳までは気質を肯定してあげる、9歳からは日記などで自己客観視を鍛える、そして中高生は言語化するということで、まあ、年齢をごとに犬山さん、やはりいろいろとやっていく方法というのはあるんですね。これ知っておくとすごくいいですよね、なんかまあ9歳ぐらいからその日記とか話しかけてどうだったって話してもらう、うん、あとは友達と交換日記するだけとかでもね、なんか良さそうな気がします。うん、今話聞いてて、その共感性もその非認知能力に入るっていう話あったと思うんですけれども、先日あの私取材した中で、あのいじめをなくすためには子どもたちの共感性がやっぱり大事だっていう話を伺ったので、うん、非認知能力ってみんな子どもたちが持つといじめも減るんじゃないかなというふうにも今思いました。大事ですね。過ごしやすい環境の中でより良い方向にみんなが向かっていけるという大事な能力かもしれません。そして今日も皆さんからメッセージをお寄せいただきました、ありがとうございます。紹介します。4月のゆきうさぎさんです。いつもありがとうございます。挨拶をする、うん、SNS でお店の人にありがとうございましたという必要があるのかというものを見て親子で驚きました。まあ、そういうポストがあったんでしょう。先日私の買い物に子供がついてきた時はありがとうございましたと言い一礼していました、うんうん、親バカかもしれませんが、そこは褒めたいところです。学力も大切ですが、
それ以外に大切なことはたくさんありますよね、ということです。素晴らしいですね、挨拶の方とか ね、ちゃんとありがとう言える人一番大事、付き合うか付き合わないかもそこ見ますもんね、やっぱり最初はね、そうですよね、はい、挨拶できてるかどうか素通りされちゃったらちょっと、困るところもあるかなと思いますけれども、やっぱりこういう能力というのは常々意識をしていきたいところですよね、はい、親がね そのためにはちゃんとありがとうございますって挨拶ね、親もするする感じてるとね、はい、ということで子供だけではなく大人も含めて非認知能力磨いていきましょう。神子と学部でした。